放送です。今日が見てます。私も見ましたよ、映画館で。嬉しい。私コナン大好きなんで、毎回ね、できる日には実況してるんですけども、見てます。ということで一緒に見ていきましょう。ちなみにさっきまで8時ぐらいまで、あの明日のリクアワと6周年コンサートのリハーサルと投資をしてて、さあの2日間分を今日1日リハーサルしてきたんで、3公演やってきました。今日はめっちゃ疲れました。でもコナンを見れば元気です。ということで実況していきたいと思います。早速ですけど、このね、佐藤刑事と高木刑事の結婚式、予告がもう去年、まあ、去年の映画なんですけど、去年の映画の予告の時点で佐藤刑事と高木刑事が結婚みたいな予告だったんですよ。で期待さしといて、冒頭に結婚式があると思いきや、このね暴漢たちに襲われる結婚式っていうね。で別のところではこの爆弾に繋がれたな、この繋がってる男の人は昔コナンのアニメに出てきたことある犯人なんですけど、逃げ出してね、謎の、やばいやばい、風見、風見です。安室さんの部下の風見。あら、ここの佐藤刑事、動揺してますね。もう私は本当に佐藤刑事の花嫁姿が見れただけで、この映画見に行った価値がもう爆上げでした。だからもう3分経ってないけど、もう2000何本払った価値があります。わあ懐かしい。これ去年ね見に行ったんですよ、ソラハとね。ソラハはアリちゃんさんと見てたんだけど、私のために2回見てくれたんですよ。ありがたいよね。かわいい、愛ちゃん離れたところにいる、一人だけ興味なさそう。私の推しです。ちなみにコナンで私の推しは灰原愛ちゃん推しです。灰原愛ちゃんと、まあ、赤井秀一。今年の映画はね愛ちゃんがメイン回なので、だいたいこの映画ってこう、まあ、割と最近の傾向はなんかサブキャラいるじゃないですか、がメインに張る回をじゅんぐりじゅんぐりやってて、まあ、今回はまあ言ってみれば安室さんがねメインっていうかメイン回なんですけど、今年は愛ちゃんなんですよ。力強っ。死神、これオープニング聞いて、ちゃんとこの毎年映画で変わるアレンジ、ハロウィンの花嫁はねイントロもかっこよかったんですよ。めっちゃチュ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 、あとこのハロウィン感ね、チュ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 、渋谷ね。これ今渋谷が平和でいられるのは安室さんたちのおかげですから、
渋谷に住んでる人は感謝してください。じゃないともう守ってくれなかったらとんでもないことになってましたよ渋谷。じゃらんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 ん。でもあの映画以来見てないんだよな私も。本当に去年の5月ぐらいから一回見たきり見てないから久しぶりに見る嬉しい。かわっちあいっちゃもうね本当にコナン見る中で楽しみなのっていっぱいあるんだけど本当にこの毎年変わるオープニングまああらすじっていうかそれも見るのめっちゃ楽しみ。年々豪華になっていくんですよね。はいちょっとここ大事です。あの安室さんのことあんまり知らない人はここで知ってください。黒の組織に潜入している公安警察です。今回大活躍します。え、ゲンタ STU みたいな格好してるじゃん。お腹出てるけど。その名もあ、全然違った一つじゃらっちちゃちゃん。ハロウィンの花嫁トゥ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 ボヤン。渋谷ですね。松田純平どこにいるの？お願い戻ってきて。ロシア語謎のロシア人明日かな。もうコナン始まるの来年の明日だっけ。見に行きたいんだよな明日陸泡があるんですけどね。あ、来週か。全然違った。来週だった。まだ時間あった怖いことになってる。アガサ博士って本当に何で生計立ててるんですかね。なんかスピンオフで犯人の半沢さんっていうスピンオフがあってそれね博士も出てくるんですけど博士めっちゃお金持ってるんですよ。なんかバイトとか募集してて自分の薬の実験台になってくれたらなんか全然めっちゃ高額な給料出してくれるぐらいめっちゃお金持ってるんですよ。なんでなんですかね。でもなんか売れない発明家みたいな。なんでなんだ。こんな大きい家に住んでるのに。警視庁なんかテロップのところ全部ハロウィン仕様で可愛い。事故事故普通に
ねえ、おっちゃん、おっちゃん普通に事故。このシーン覚えといてください。今ラン姉ちゃんが見たもののシーン。ギフトありがとうございます。ありがとうね。警察の目の前でこんなん本当にね、警察の目の前でも現実だったら本当ね、なんかすごい怒られそうな見てみてください今のシーン。楽しみや。ちなみに最近ショールームできてなかったんですけど、本当にね毎日毎日ずっと6周年コンサートのね練習とかレッスンとかずっとしてました。もうね、なんか電波の届かないところでレッスンしてて、メールが全然送れなくて、もう私が何やってるかわからない人になってたと思うんですけど、明日とか明後日のために頑張ってましたよ。ねえ、もうなんかやっぱ3公演あるから今まで1個だったのが結構覚えるのはいつもより多くて大変ですね。結構頑張ってます。初見です。こんばんは。こんばんは。最近なんかファンの方からもらった可愛いグッズがあってちょっと気に入ってるんですけど、見てくださいこれ。亀甲縛りのクマちゃん。なんかこれ私の絵描くウサギに似てない？これね、今日の T シャツもね、なんかめっちゃ可愛くない？もう一個あるの、なんかシュールで可愛い後ろバージョンもある。なんかめっちゃ私の描く絵そっくりなんだけど、私描いてないよ河内っていうね、クセ強プレゼントの話です。あ、始まった、始まったよ。おっちゃん、突然でしたもんね。さらっとロシア語が聞き取れる博識な推しメン。すごくない？ロシア語って難しくない？なんか英語よりなんかたかんだかみたいな、ちょっと上がるなイメージがある。ちなみに私がロシアで食べてみたいものはボルシチです。気になります。フクースナ、お、このハロウィンの花嫁ってね、結構アニメで出たキャラがいっぱい出てくるからちょっとね大変なんだよ。大事故のキャラ松田。松田はもう作中の中では個人なんですよ。亡くなってて、佐藤刑事のまあ部下、1週間しかいなかった部下で破天荒な野郎だったんですけど、最後は町を守るためになんかすごいね、あの観覧車の中に爆弾が仕掛けられてて、その爆弾を解こうとしたんやけど、爆弾処理得意だから解体できるんよね。でも解体しようとしたら、なんかこの爆弾を解体しなかったら次の爆弾の居場所を教えるみたいな、
文字が出てきて、解体したらその場所を教えないから次の他の場所でも爆発するみたいなやつで、松田は解体せずにその文字を見て、それをその場所を佐藤刑事に教えて、自分は爆発して殉死するっていうね、すごい。で佐藤刑事にちょっとあんたのこと好きだったぜみたいなメールを送って、佐藤刑事のちょっと心の傷みたいになってしまったっていうキャラなんですよ、松田刑事っていうね。とてもかっこいいキャラなんですよ。それはね、まあ見てほしい。1時間スペシャルとかあったんだけど、その回は。で佐藤刑事はずっと囚われてて、でもまあ高木刑事とかのおかげで吹っ切れて、その松田刑事が最後に送ったメールをねずっと残してたんやけど、そう最後はね消したんですよ、メールを消して吹っ切れたんだけど、またこうやって松田刑事の名前が出てくる。こんだけしかいなかったんやな。すごいね、午前だけで3つも事件起きてるよ。やばいよね米花町って。スマホになってる。アニメの時はガラケーの早打ちが得意だったんですよ。フリック入力になってる松田が。悲しい。これさ、今のさ松田刑事のセリフさ、結構メタだよね。普通じゃねえなこの街って、やっぱ思うんだね米花町のこと。普通じゃないよね。だって午前中にさ強盗事件とさ自殺未遂とあとなんだっけ、なんかねえ事件が3つも起きるなんて。はい、萩原健二、この人も覚えておきましょう。松田刑事の殉職する1年前に亡くなった方なんですけど、この人は爆弾処理で亡くなりました。今回のメインキャストです。米花町ってさ犯罪をすぎ、そうね、犯罪都市米花町だからね。月山寺3倍される人数が減ってるんですって。それはなんででしょう。
毎年一人ずつ亡くなってるからですね。フルヤレっていうのは安室さんの本名なんですけど、出ないらしいわ。楽しみだね。なんか1年前に見た割には結構ちゃんと内容覚えてるわ自分。にゃほー、見てます皆さん。来週もね見たいんだけどね、うん、来週はどうだろう。今日はねもう本当に金曜ロードショーがあるから走って帰ってきたんですよ。絶対に見るんだという気持ちで。くま、ありがとうございます。コナン大好きですよ。うん、来週は失格。そう、失格の小さ。クマありがとうございます。ご飯食べてないの。なんかね帰ってきて、まあ、40分ぐらいに、8時40分ぐらいに帰ってきたんですけど、40分から8時の間までにあの餃子を食べました。急いで食べたからなんかお腹あんま溜まってない。おきちゃんが選ぶ好きなこの映画は、いやー難しいよね。なんか本当に何個も出せるんだけど一番ってちょっと決めらんないかも。何々部門とかによるかも。キャラがかっこよかった部門とか、話が面白かった部門とか、うん、犯人の動機がしょうもなかった部門とか。コナンの映画だいたい犯人の動機しょぼいっていうかね、えそれだよみたいなことでなんかすごい世界的犯罪を犯すこと俺多いからね。見合ってないよみたいな犯罪の理由があったりするから。花嫁の花嫁は本当に面白かったですね。まあ、最初に説明とか入るから知らなくても結構松田さんとか萩原とか知らなくてもまあまあ楽しめるのかなって思う。どうなんだろう。うちの親は天国のカウントダウン好き。いいね、天国のカウントダウン。あれね、車でパーって飛ぶやつね。うん、エアポッツプロの CM してる。私も今エアポッツプロに変えたんですけど、そのイヤホンなくしてね、前まではそのエアポッツのプロじゃないやつを使ってたんですよ。で最近まあ、沖縄でエアポッツをなくしてね、国道で、沖縄の国道で、で最近プロにしたんですけど、ノイズキャンセル機能を初めて使ってびっくりしました。なんかこんな世界が静かになるんだって。どうやってるんですかね、原理が分かんないんですけど、なんかスッてなってね、なんかコンビニとか行ったら店員さんの声が聞こえなくてノイキャンオフにしないと、びっくりしました。なんか焦るけどすごい音楽の中に浸れます。どうでもいい話。風見さんね、安室さんの部下です。風見さんです。風見さん、風見優也、ガンダムの神優から撮ってるらしい。私はガンダムあんま詳しくないからわかんないんだけど、佐藤さんはね松田刑事のことになるとあんまり冷静じゃなくなるんですよ。あん、おっちゃんめっちゃ大事故、かっこよかったよ。
この人犯人です。やばい、最悪な実況。ちょっと見てほしい。いや私ダメだ、言っちゃいたいよ。こういうの意地悪しちゃいたいタイプ。まあ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 、やばい、私ほんとこういうのマジでネタバレしたくなる。ほんと一緒にゲームとかやったら絶対嫌なタイプ。なんか今から伏線あるから見てほしくて犯人でバラしちゃった。ほんと最悪。でも許してほしい、だってもう1年経ってるもん公開から。そうそうそう、ここ今伏線だから見てほしい、見てちゃんと。私にネタバレされたくなかった、私より先に見てください。おかしいな、前まで我慢してたはずなんだけどな、なんか痛くなっちゃった。公式でもネタバレ配慮お願いしてる。それはねツイッターとかでしょ。私の配信はもうね私のルールだからしょうがない。それはまあ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 、見て見てよ。クリスティーヌさんと村中さんね、覚えておいてください。コナン君の優しい配慮。こんな大の大人2人にもビビらない小学校1年生がいたでしょうか。いいよ、いない。高木でか、この2人いいよね。かっこいいよね。なんか正当にラブコメしてる気がするこの二人は。順調にキュンキュンキュン。なるほどね。キュンキュンキュン。もう30分経ってるんだけど。なんかさ、映画とかってさ、だいたい2時間半に収めるのってすごいよね。めっちゃすごくない？なんか話30分で結構いろいろあったくないですか。まあ問題は解決してないけどさ、もういろんな情報が出てるのにすごいよね。なんかアニメとか、まあ実写映画とかもそうだけどさ、原作があるやつってさ、なんかめっちゃすごいと思う。何巻分をさ、なんかここまでに抑えてみたいな、
作るみたいな。ハリーポッターとかさ、なんかなんどうやったかな、まあ、大体200ページぐらいらしいけど、なんか炎のゴブリットかな、なんかが600ページぐらいあるらしくて、それをさなんか2時間とかにまとめるってやばくないって思って、なんかハリーポッター結構好きだったんですけど、すごい思った、どうやってまとめるんだろうね。だってめっちゃさ話のね選択しないといけないじゃん、どれを使ってどれをしてるかみたいな。すごいよね、なんていうのこういうの、構成作家さんだ、なんだ脚本家、めっちゃすごいなと思った。多分3時間だとね長くてだれちゃうんだよね。2時間半に収めるってすごいねっていうね、謎の目線で見てしまうね。うん、すごない、教えてほしい。こんばんは、こんばんは、やっほCM 中です、ただいま CM 中。最後の3期生岡山だったで、岡山2人もいるのすごいね。岡方になっちゃったよ、 F4 ならぬ岡方だよ。誰か牧野つくし呼んでこよう。お寿司の CM 見たらお寿司食べたくなっちゃった、突然のね、突然の目隠しコナン君。これさ、この電話のつける位置めっちゃコナン君に向いてる位置すぎん？安室さん、何ですかその椅子は、その玉座みたいな椅子は、もしかして自分で持ち込んだんですか安室さん。ちょっとかっこよすぎませんかねその椅子は。すごくないコナン君、どうやったらそこまで調べられるの。ここ謎の安室さんイケメンポイントですね、これ予告でも使われてました。そのシーンいるかっていうあのイケメンショットです。安室さんはもうね、日本中安室の女にならなきゃいけないんで、ところどころイケメンカットが挟まれます。今のは壁ドンショットです。それを見た時のあの当時の私、あ浮気です。ちっちゃコナン君、礼ならあぐらかくな、土下座にしろ。安否、そう安否、安室さん好きだしちょっとショック。安否は玄太くん好きとか言っててほしかった。あ、これはあの安室さんの同期ですね。ここちょっと分かりにくいんでアニメ見てないと説明します。まず
まずこの人たち同期です、みんな警察学校ので、萩原はもう死んでます、で松田はまだ生きてます、でこのひげ生えてるのが諸伏、諸伏っていう一緒の安室さんと一緒の公安警察で黒の組織に潜入してます。でちょっとガタイいい人が伊達さんで、伊達さんは高木の先輩なんですけど、交通事故で死にます。この後モロッシは、まあ、黒の組織でいろいろあって自殺して死にます。でその、まあ、スコッチっていうあだ名をねつけてもらってるんですけど、あのスコッチを自殺するのを赤井さんは見殺しにしたって古谷さんは勘違いしてて、赤井さんを憎んでます。赤井さん的には誤解なんですけど、まあ、誤解は解いてない状態で2人は仲悪いです。赤井ちゃんと安室さんはこういうところがね、女子キュンキュンポイントですね。はい、まあそんなヨタ話は置いといて、まあ、この時はまだ過去なんで生きてますね。萩原以外はみんな生きてます。なんでこんなみんな息をするようにロシア語が話せるんですかね。必需なんですかね。なんか怪しいですね。このさ、仮面なんて言うんだっけ、ペスト仮面みたいな、なんか言うよね、怖い。ベストマスクか。ここら辺なんか好きっていうか、なんかコナン映画って大体コナンくんが大体アクションシーンなんですけど、やっぱコナンくんって体ちっちゃいからスケボーかサッカーボールとか道具の使ったアクションシーンが多いんですけど、今回メインが割となんていう職業警察官たちのガチガチの戦闘シーンばっかりなんで、結構見応えあって好きですね。ハロウィンの花嫁は何かこれツイッターで見たんですけど、この戦ってるシーンあるじゃないですか。この戦ってるシーンでみんなが戦いに使ってるものがそれぞれの死因になるものみたいな、なんか考察を見つけてしまって、今松田刑事は爆弾解体してるじゃないですか。松田刑事は爆弾で死ぬんですよ。で伊達さんはあの車のドアでこう戦ってきたじゃないですか。伊達さん交通事故で死ぬんですよ。で今諸伏は銃持ってるじゃないですか。諸伏は銃で自殺するんですよっていう考察を見てちょっとジュッてなった、思い出があるうえーって、なんてひどいんだ、そういうのオタク大好き。オタクが好きなところ、あとあのこの銃の何ホルダー、何このそれこれめっちゃ好き。
私洋画とかでもなんかそういうのめっちゃ好き、見ちゃう。あ、フォレスター、ここにあるのいいよね、なんかエッチだ。セクシーポイントですね、女子だったら太ももだよね。ルルヤさん、何倒れてるんですか。立ち上がってくださいよ。頑張ってください。松田さ、ここでめっちゃ大変な爆弾解体してるじゃないですか。この数日後にまた爆弾解体して死ぬからね。なんて危険な町なんだ、米花町は。恐ろしい。もう毎日が死と隣り合わせだ。うん。さあ、爆弾を止められるのか、緊迫してます。じゃ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 ん、うん、怖い。やばー、爆弾が遠隔で。ガムね。痛がってる、ハニー。ガムでね。よかったよ。感動シーンですね。安室さんめっちゃコナン君のこと信用してるの、信用してるよね。風見さんの連絡先まで教えて、自分の過去まで話して、絶対バレたらやばい写真じゃんこれ、黒の組織に。すごいよね安室さん。その椅子なんですか、その王様みたいな椅子、あとそのワイン。
っと安楽椅子探偵にしてはちょっと豪華すぎませんかね。気になっちゃうのは私だけですかね。総選挙1位の椅子みたい。確かに豪華。麻酔の耐性がついてる。由々しき事態やで。これはコナンのせいだ。ちょっと面白いよね。なんかへー、友達がどうしても渡したいものか。怪しい。かわいい、この二人。めっちゃいい。でも付き合ってくれるとこが優しいよね。今の目くばせ、あまりにも相棒が過ぎてキュン。この時点でさ、もうだいぶ怪しいよね。やばい、あの女。怖いよ、こんな1分とかもう。頑張り。ちょっときついね。1分の行動力じゃないんよな。ちょっとギャグ風味なんだ。もうピンクの煙っていうか炎のがちょっと怖いよね。よりにゃーん、こにゃーん、怖い。
さ、あまりにも体重がなんかちょっと千と千尋っぽい。やばいやばい。危ない危ない。渋谷がもう大変なことになってます。クリスティーヌさん。クリスティーヌさん。お、かっこいいじゃん千葉刑事。うん。卑怯だ。帰らせるな、帰らせるな。ボイちゃん、ボイチェンしてるよね。松田刑事が死んでるって分かったら千葉刑事が危ないですね。これは待って待って、今ツイッターの通知が来たよ。写真集の表紙が公式ツイッターで今出たかも。あれ今気のせいかな、なんかピャッて見えたんだけど。出たね、みんな出たよ。やばい、ちょっと拡散してほしい。ちょっとリツイートしてきていい？ちょっと待ってて、待って後でね。